んゾルムとモーガンらはうまくやったようだな。やつらを組ませるのはどうかと思ったが、ここは、我が炎流兵団の総力を挙げて、一気に城を落とすぞなんのこれもまた兵法よ。あの程度の作戦も見抜けぬお前が、愚かなだけのことよ。カルザスは反帝国同盟を率いる国だ。ここさえ落とせば、 この辺りの王や貴族どもは我々帝国に降伏するだろう作戦が成功すれば帝国の大陸統一は目前のものとなるのだ失敗は許されんぞ無事かゾルムこの大事な戦いの指揮をわしが取らんでどうするというのだゾルムよ。我が軍の方が不利なのはどう見ても明らかだぞ。そのことに気づきながらお前たちを見捨て、 自分だけ安全な場所に戻るなどこのわしにできると思うか部下を見捨てて逃げ返るような男をお前は誇りに思えるかやられたのかいよいよわしも最後かいやもう間に合わんすまんなこんなことを頼んでしまって頼む同じ思いを 自分の子供にだけは味わわせたくはない。どんな時でも逃げ隠れせずに戦った勇気ある男だったと誇れるようにありたい。ただそれだけのことだ。わしの父は自分の部下を見捨ててまで自分の命を拾った卑怯者だった。そのおかげで小さい頃のわしは随分馬鹿にされていたものだ。それよりレオンよ。 お主に最後の頼みがある。もうそろそろわしの子が生まれる頃だと思う。そこでエリザのもとへ行って伝えてほしいのだ。最後まで部下と共に勇敢に戦い抜いてきたと。どうした帝国の将軍が二人も揃って苦戦しているようだな。遠竜兵団のバルガス様が生まれてくる子を見るために仲間の危機を見捨てると思うか おカザーだま話は聞いているぞこれからは仲間同士仲良くやるとしようフッハ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 これでは物足りんさあ早速敵を求めて出発しようではないかう,うんそれではお前たちばかりに世話をかけることになるみんなすまん子が生まれ次第すぐに駆けつける それまで、少しは敵を残しておいてくれよあははは助けに来たぞおうもう生まれたわい女の子だわしに似て玉のように可愛い娘だぞははははははここでの勝利を、娘とエリザへの祝いにするつもりだ久しぶりに暴れさせてもらうぞ平和が呼べるかどうか やってみなければわからんその通りだだが人として当然の気持ちではあるがな今回の作戦は隠密に行う必要があるからな少数精鋭で攻め込むのはそのためだだがこれも帝国を勝利に導き平和な世界を作るためだこのくらいで根を上げるようでは カルザス城などどうなるどうやら歓迎の準備をしているようだぞ。はははははは前回はお前のために今一歩というところで退却させられたぞ。しかし、今度こそカルザスを落とすなあ、エグベルト。陛下のご命令だからこそ、こんな場所まで出向いたが、本当に封印は解けるのかそうとも 我々を利用しようなど100年早いわいつの間にはあバカな休み、あっぱれな最後であった。お前たちの気持ちもわかるが、いつまでもこうしてはおれんぞ。二人の巫女を連れ戻さんと、アルハザードが封印を解かれたままになってしまうからな。我々は、あの二人の巫女を捕まえなければならんのだな。これで。 陛下の理想も叶うということですな。ん来やがったぞ我々、四天皇を相手によくぞ雑魚などと言ってのけたなすぐに後悔させてやるぞここはまだ最後の戦場ではない死んではならん撤退だここは死に場所ではない死んではならん撤退だわしが死んがりを務めるみんなは陛下を守って先に行けレオン。 陛下を頼むぞ。さあ黒がいい、黒貝赤毛の小僧帝国遠流兵団の底力、見せてやるわ橋を突破されたか陛下お急ぎください小僧それ以上進めば命はないと思え誰か陛下を早く安全なところへお連れするのだ小僧誰が右往の将だとお前の仇は取ってやる。 安心して眠るがよい任せておくがいいお前はさっさと引けついにここの守りもわしだけになってしまったがだが諦めはせんぞわしが少しでも時間を稼げばそれだけ陛下が軍を立て直す時間ができるのださあ赤毛の小僧遠慮はいらんぞかかってこいうん、うん <laughs> こ、殺しきの、ことで、俺様は、遠竜兵団の、バルガス将軍、だぞ。エリザ、娘を、頼んだぞ。おうお誘い感謝するぜ 遠竜兵団団長のバルガスだ先陣を切るな任せろおお良いな大事だぞこういうのはあっハっ悪くねえいい感じだ甘いんだよその程度かあとは任せたぜあっハっ元気そうだなうんいいじゃないかその息だこれなら部下も気合が入るな 残念かって当たり前だ。結局子には会うことはできなかったのだ。だが後悔はない。わしは軍人だからな。これは歴史書かどれどれ、うん。母ちゃんと同じぐらい綺麗で優しいってそうか。それはよかった。 わしの目に狂いはなかったお前は本当にできる指揮官だ軍人のわしが保証するぞこれからもよろしく頼むはは <laughs> 任せろ団長としては前に出るべきだ軍人にとって戦場で死ぬのは無常の光栄だいいか戦場にもしもはないもしがあれば、生まれてくる子を見たかったのだが おおその勢いだわしに触れてみたいがならばこのわしを倒してからだがっは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 その心遣い痛み入るうーんさすがだマッサージがうまいじゃないかいいぞいいぞなっは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 気持ちはいいのだがそろそろ休んだほうがよいぞん にここには昔の傷があってなうん動かすなちょっとは調子が悪いだけだわしは弱くないぞ気遣い礼を言わせてもらおうわしも全力で行かせてもらおうぞ大変だったな今日は早めに休んだ方が良いぞ